はい、今回はマスメディアが偏向報道する理由とですね、マスコミの正体について、重要情報をね、話していきたいと思いますので、よかったら、最後まで聞いていただければと思います。マスメディアの偏向報道っていうのを聞いたことがあると思うんですが、言うなれば嘘っていうことですね。あとはこの偏向っていう、漢字からも分かるように、報道が偏るんですよ。で、一体これなんで偏るんだろうか、そういったことであったり、僕たちが住んでいる日本のマスコミですが、世界のマスコミのですね、大げさかもしれないですけど、いわゆる、世界日本の、マスコミのこの正体っていうのはこれは何なのかと、こういったことを今回はね、考えてお伝えしていきますので、今回も、よろしくお願いいたします。まず、皆さんも思ってらっしゃると思うんですが、これは、解釈次第っていうところもあるんですが、統計的な問題からも分かってる、お話なんですが、最近っていうのは人々がですね、このテレビとかマスコミ、テレビ離れっていうことをしてるんですよ。皆さんもそうだと思うんですが、とは言ってもね、まだテレビを信じる人っていうのは普通にいるんで、ちょっと何とも言えないんですけれども、昔に比べてですね、最近というのはテレビを見ない人が増えているっていう、こういったことが言われてるんですね。テレビがつまらないとかってね、今は他に見るものがありますので、この YouTube があったりとか、他に SNS があったりとか、いろいろありますので、その視聴する人たちがですね、選択する、幅が広がったということで、昔とは、ちょっと変わったのかなとかっていうことを思うんですよ。で、ただこれに関しても真面目な話なんですが、僕が思うところがありまして、僕も昔はテレビを見てたんですが、よく昔のテレビとか昔のテレビ番組は面白いっていうことなんですが、これもちょっとどうかと思うんですよね。昔からテレビっていうのは一貫してね、スポンサーの意向に沿う、そういったことを、するんですよ。テレビっていうのは何かっていうと、別に本当のことを言うわけではないですから、変な勘違いが出てね、テレビが言ってるから正しいとか、マスコミが言ってるから正しいとか、全くそんなことはないんですよ。よく隠しますからね、事件を隠したりしますから。で、テレビとかメディアというのは何なのかというと、スポンサーの、意向に沿う、あるいはスポンサーの顔色を気にするっていうね、テレビメディアというのはそのスポンサーってお金を出すものが、成り立っているものなので、そういった、者たちの意に反するもの、そういった者たちの、マイナスに働くものっていうのは出さないんですね、情報を。だから本当のことであってもそのスポンサーに絡むものは出さない、そういったことです。昔からです、それは。で、昔っていうのは皆さんも思ってらっしゃると思いますが、インターネットとかね、この YouTube とかってなかったんで、僕たち、見てる視聴者にはですね、他の選択肢がなかったんですよ。テレビしか昔はなかったんで、テレビに、なんていうのかな、情報を頼る。その結果テレビに騙される。こう騙されるっていうこの本当表現がね、本当に適してると思うんですよ。僕も今でこそこの話させていただいてますけど、よく昔テレビに騙されていましたからね。でそういうこともあってね、今気をつけるようにしてるんですよ。嘘を言うんじゃないかとかね、テレビとかメディアっての嘘をつくんじゃないかって。で、例えば、こういった話をするとね、この僕の話が嘘だとかって例えばそう思われても、それもそれで良くないんで、もちろん皆さんの役に何か立てないかっていうことを、真剣に、お伝えしているつもりなんで、この根拠ですね、マスメディアの、嘘、マスメディアの偏向報道、それをですね、どこから、なんていうのかな、見抜いていくのかっていうとね、漢字、英語3文字ね、N-K ってありますね、日本国民から金を取るところですね、そこの、ことからですね、これいけるんですよ。いけるっていうか、僕がよく話している丸日試合構造とかって、そういったものがこういったところからつながってくるんですね。こういったことをわからない限りはもう無理なんですよね。何も皆さんにはちょっと本当分かっていただきたいと思うんで、僕の声がそんな届かないと思いますが、ね、せめて聞いていただいている方には少しでも役に立って、何かしらなっていただければと思うんですが、そのですね、切り込む一歩っていうところなんですが、マスメディア、マスコミ、テレビっていうのは嘘をつく、偏向報道を出る、っていうことなんですが、なんでっていう話じゃないですか。これっていうのは2つ考えがあるんですね。同じ例えば、日本人の者同士であっても、後で言いますが、金のために生きるために、その方法を取るものもおれば、実は、同じと見せかけて実は違うっていうね、日本人同士と見せかけて違うっていう、そういった話です。
その話をすると何かっていう話なんですが、これがもういつも何度もこの話をしてるんですが、これが一番大事なところなんですけど、日本とアメリカの関係で、日本というのはアメリカに戦争で負けて以来、ずっと分からない支配をされているんですよ、今もなおね、今現在もアメリカの米裏組織の間接支配というのを受けているんですね、アメリカ GHQ、あるいはですね、その後のアメリカ CMRA という、アメリカ裏組織が日本人とそっくりさんな、外国人を、日本の上層部に意図的に、配置しています、マルニッチという方です。その人たちを配置してですね、分からないように、日本を裏側から間接支配構造っていうのを取ってるんですね。その一例がこの、N丸系なんですよ。これ本当にちょっと、変な話ですけど、僕とか皆さんとかだったら、もう本当に納得って言ったらあれですけど、納得するしていただけるなと思う話なんですが、N 丸系だけじゃないんですが、N 丸系をはじめとした他のテレビ局の、ですね、おかしいなと思う話なんですが、お辞儀の仕方がですね、全くおかしいんですね。日本式ではない、日本ではない、僕たち日本人ですね、日本国民というのは皆さんもそう思いますし、僕もそうですが、日本国民というのはお辞儀をするときどうするのかというと、僕らは普通にしますが、両手はですね、腰の横に、置きますね。子供の頃から、学生の頃から、社会の頃から、そうですね、日本国民というのはお辞儀をするときは両手を、足に添えますね、腰の下に。しかし、メディアの、人間たちですね、この上層部にいる人間たち、N丸系をはじめとして他のテレビ局の人間たちっていうのは、なぜだか分かりませんが、お辞儀をするとき、手を前に置くんですね。僕たち日本国民は手を横に置きますが、なぜか、これらのメディアの関係者っていうのは手を前に置きます。この時点でおかしいなってこと、何かおかしいなってことを気づくんですね。で、調べてみて分かるんですが、このなぜかこの手を前に置くお辞儀の仕方っていうのは、これ韓国式っていうことなんですね。なぜテレビ局の上層部の人間、テレビ局のアナウンサーであったり、そういったものがこの韓国式のお辞儀をするんでしょうか。こういったところに疑問を持ちます。テレビの上層部には実は日本人ではない、人間が意図的に配置しているって、こういうことなんですよ。分からないんですよ、本当のことっていうのは。ハイノリとかっていうのがあるんで、僕らには分かりません。まして一般人になんていうのは分かりません。しかしさっき言いましたが、僕らは、お辞儀をするとき手を横にします。なぜ手を前に置くんでしょうか。全く分かりません。日本国民からですね、受信料を取ってる、日本のメディアと言いますが、N 丸系、僕は、日本のメディアだと、思いませんが、戦後アメリカ CMRA がね、作った息のかかった、メディアであると思ってますので、 N 丸系っていうのは日本のために報道するとは大いにちょっと疑問なところがあるし、皆さんもそう思ってるかもしれないんですが、この N 丸系はですね、お辞儀が韓国式であると、こういったところから、思うんですよ。やはり日本は戦後からずっと今現在に至るまでアメリカ裏組織の間接支配を受けているという、この構造です。丸日支配構造、あるいは丸日支配システムといい、日本人がですね、メディアの上におりません。つまり、これは外国の言い方で言いますが、同胞同士ではなく異なった人種間の、プロパガンダを、なされている可能性があるんですね。こういったことからテレビが嘘をつく、メディアが嘘をつくっていう、そういう、話に行くんですよ。そして、国民性が異なる、ものがですね、上におり、僕たちは、日本国民が、下という言い方も悔しいですが、下にいる僕たち日本国民はですね、メディア支配、メディア洗脳が、始まります。だから僕たちの、多くの人、僕もそうですが、皆さんもそうかもしれないんですが、こうやって嘘の情報に騙される。そして、本当に驚くべきことなんですけど、これっていうのは調べていて、もうもはやね、日本っていうのはどこに、行ってしまっているのかっていうのは全くわからないんですけど、本当に。例えばこのメディア関係者っていうのはハングル語を使うとかね、なんでしょうかね、ハングル語を使うって。少なくともここっていうのは僕たち日本国民が生きてる日本のはずなんで、日本語を使うはずなんですが、なぜかハングル語を使うと、そういった、ことも言われています。はっきり言って僕には理解できないですよ。別に差別とかそんな話ではないですよ。僕らだってハングル語なんて分かんないじゃないですか。分かって日本語で、あるいはですね、英語とかっていうものだと思うんですが、明らかに異なった言語を使う、なんでかなと思った時に出る答えがあります。
日本のメディア、日本のマスメディア、日本のマスコミの上層部には日本人ではない人たちが意図的に配置されており、配置しているのはアメリカ裏組織です。アメリカ CMRA というその組織がそういった者たちをそこにあえて配置しており、メディアの報道っていうのはその者たちがすると。メディアの報道権、権利ですね、何をどうするかっていう、出す情報、出さない情報っていうのを決めるのはその者たちが決めると。そして、アメリカ CMRA サイドに有利な、報道、内容をしている、つまり変更報道をしていると、そういった話につなが、つながると思います。メディアの上層部に、売国度がいるということですね。それは今言ったように、人種間の、異なった、配置の問題であると考えます。こういったことからよく嘘が出るんですよ。例えばね、まあ、事件だったりとか、まあ、ちょっと前に お伝えしましたが、まあ、皆さんも疑問に思っていらっしゃる神田沙也加さんの事件とか、そうですよ。本当のことをしないというのはおそらくこういったことにあるんですよ。こういったことから考えてるんですよ。どっかに手がかりはないかと思ってね。で、例えば、まあ、今回はこれ日本の話なんですが、ここからちょっと話を広げてね、ちょっとワイドな視点で考えていくんですが、世界の、マスコミ、世界のマスコミの正体、日本のマスコミの正体、それについて、考えていきます。例えばこういった話をするとね、僕の空想かと、思われるかもしれませんが、別に空想ではないんですよ。先ほど言ったようにテレビ局の上層部には、外国人がいるってことは分かってますからね。外国人が支配してるっていう、外国勢力の支配にもうメディアっていうのは完全に飲み込まれてると思ってるんで。で、今度はじゃあ世界のメディアはどうなってるのかっていう話なんですが、昔ですね、アメリカでですね、マスコミの真実、マスコミの正体を語った人のこれ発言があるんですよ。こういった発言を手がかりにですね、僕らは、真相にたどり着けないかと、考えます。少なくとも僕はそういうふうに考えますし、まあ、リスナー様に何かのお役に立てることは、ないかと思って、真剣にお伝えしていきます。これはまあ結構わりかしっていうか有名な話ではあるんですが、昔ジョン・スウィントンっていう、まあ、ニューヨークタイムズの記者がいたんですね。いわゆる記者です、レポーター、この人のジョン・スウィントンの発言っていうのは、これは本当に昔の話ですが、今もなおこれっていうのは大いに学びのある、話の内容です。嘘があるっていうことです。この人嘘を明かしたんですよ。何の嘘を明かしたのかというと、アメリカの、報道に自由はない、もしも、報道で本当のことを自分たちが言ってもそれは世の中に出ることはない、自分が、正直な、意見を言わない理由はなぜか、それは、まあ、このニューヨークタイムズっていう会社でしょうね、そこから給料をもらっているからと言いました。もしもこの人本当のことを言ったら、その日のうちに仕事をなくすっていうことを言ってるわけですよ。だからアメリカ、まあ、日本もそうですが、報道の自由って言って言葉に騙されるんですね。報道の自由だから、何でも言うのか、嘘ですよ。全部裏で決まってますからね。裏で全てが決まってるんですよ。こういったものを言う言わないって、それを隠すがために、あたかも報道の自由ということを歌ってると僕は思ってるんですが、で、この記者たちが本当のことを仮に書いても分かりませんが、どういった経緯かは、上の方でもみ消されて出てこない、うん、本当のことを言ったから出てこない。で、嘘を書くんですよ。正直な意見を書かないと。なんでかったら、それは会社から金をもらってるから。ニューヨークタイムズっていうところが、まあ、日本のメディアも同じだと思いますが、で、その意に反して本当のことを言ったら仕事をなくす、失業するっていうことです。そしてこの人はこういうことを、言いました。このことっていうのは、まさにマスコミの正体を、話しています。マスコミの正体って言いますか、まあ、昔の話なんですが、本質を、これは語っていると思うんで、まあ、これをちょっと皆さんに、お伝えしたいと思います。記者の仕事とは真実を、壊し、公然と嘘をつき、真実を歪め、人を中傷し、富の邪心にへつらい、国と同胞を打って日々の糧を得るものであります。こういうことを言ってるんですよ、うん、これ多分結構やばいことを言ってると思うんですよ。まあ、皆さんは、まあ、僕がね、まあ、やばいことを言ってると思っていただくのかもしれないんですが、僕っていうのは基本的に小さいところにいる、表現がいいか分かりませんが、マイノリティメディアなんでね、別にそんな大きな、ね、テレビ局ではないんで、ね、一人で、まあ話すぐらいなんですが、わけ違いますからね。これこんなことを言っちゃってるわけですよ、ニューヨークタイムズの記者がね。うん、真実を壊したら嘘をつくってことですよ。でまた公然と嘘をつく、真実を歪めてまた嘘をつく、でこの、まあ、人を中傷しっていうところですね。で、まあ、この富の邪心にへつらい、でこの国と同胞を打ってっていうのはこれアメリカでしょうか。それで、まあ、日々の糧を得るっていうね、うん、
これは何を意味しているのかというと、皆さんも、思うと思われると思うんですが、世界のメディアの後ろに、ある者たちがいるということです。世界のメディアの裏には、その管理する金持ちがいるということです。これは、よく聞くところの、イルミナティ13血流というものですが、もっと言うと国際金融資本家ということですね。国際金融資本家が裏でメディアを全部押さえているということです。記者は、それの操り人形であると、そういったことです。でこの、例えばこのなんていうのかな、ニューヨークタイムズの記者っていうのは、なんていうの、才能があるとか、その調査する力があるとか、その思いの他の人生があるとかっていうけど、そんなこともないと。国際金融資本家が裏で全部決めていると。でこの話を、したのはですね、1880年なんですよ。今から、もうどうでしょうね、百何十年も前です。140年ぐらい、130年ぐらい前に、その時にこの語ったんですよ、報道の自由についてっていうことで。おそらくこの、この方は分かってたんでしょうね。この いわゆるこのアメリカのドル札の後ろに、三角形とあの目のマークがあるっていうの、これっていうのはもうイルミナティ13血流の存在を示してますから、例えばこういった話をすると分からないとかって言うんですよ。分からないんですよ、だって裏側にいるんですから、秘密結社でね。しかし何も分からないのに、じゃあなんでこの人こんなこと暴露するのかっていう話じゃないですか。でこの人は、このジョン・スウィントンという人は、いわゆるマスコミの正体を僕たち一般人に教えてくれたんですよ。で、このニューヨークタイムズっていうのの記者っていうね、その立場に、ありながら、メディアは何を報じているのかと、マスコミは何を報じているのか、その背後には何があるのかって、お金を儲ける、者たちがおり、偏向報道を繰り返し、メディアはそのために、動いていると、そうこういったことを、教えてくれています。これ今から100年ぐらい前の話なんですが、これとても重要な話なんですね。今日本のメディアもまさに、このような感じだと思いますよ。世界のメディアがそうです。世界のメディアの後ろにはこの国際金融資本家っていうのがおりますから、その者たちの、偏向報道って言って、都合のいいように報道する。なぜならその者たちがテレビのスポンサーだからです。先ほど言いましたが、メディア、テレビというのはスポンサーの意向に沿ったことをしますので、そういったことをします。この1880年、今からね、もう百何十年も前に、この、マスコミの正体を、明かしてくれたこの方がいるんですが、この方の、話っていうのはね、僕は前にこれを知ったことがあるんですが、またちょっと調べていてね、いい話だなと思うんで、ちょっとリスナー様に、シェアさせていただいて、よくね、テレビからいろんな話が出てきますから、そういったものを考える際の一つの参考に、していただければと思いますので、今回はこのマスメディアの偏向報道ね、嘘です、報道を偏ったりとか、マスコミの正体って一体何なんだろうなって、だからこういう話をしたり皆さん聞いていただいてるんで、嘘をつくなと思ってらっしゃるかもしれないんですが、初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますので、一人でも多くの方がですね、そのテレビ、メディア、マスコミっていうのは本当のことを必ずしも言うわけではないし、むしろ嘘をつくことの方が多いと。でなぜ嘘をつくのかって、そのからくりがわからないことにはですね、わけわからないとかって思われてしまうかもしれないんで、ちょっと難しい話だったんですが、わかる限りの精一杯ということでお伝えさせていただきましたので、何かの参考にしていただければと思います。ということで今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。